皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。二階堂ふみ、韓国人俳優チェ・ジョンヒョク共演の t b s 系火曜ドラマ「ILOVEYOU」毎週火曜夜10時の第8話が12日に放送され、ジョンヒョク演じるテオの最後のセリフから、その名前の意味への考察が広がっている。一部ネタバレを含みます。画像、やっぱりテオは知っていた、「ILOVEYOU」第8話追加場面写真。 第8話では、優リがテオの部屋で見つけた自分と同じ能力を持つ少女の絵本の続きを読むため、真宙、山下瑞樹と共にテオの部屋を訪れる。一方、テオの日本での父親代わりでもある大学教授の飯山、杉本哲太は、優リにテレパス能力があることを確信し、テオにその事実を告げて優リと別れてほしいと頼むという展開に。だが テオからはその秘密には気づいていたと明かされ、その上でもう決めたんです。僕はユン・テさんをずっと愛し続けます。と力強く宣言される。そして、結末を知っていて、と詰め寄る飯山に、僕はユン・テオですから、と優しい笑顔を見せた。このラストの一連のシーンに、ネット上ではええー、に。意味深なセリフ、何か別の意味あるの。強調した意味あるのかな と気になる視聴者が続出さらには気になってユン・テオの韓国語の意味ググったみなグーグルで「テオ韓国語意味」で検索していると思われ「テオ」って入力したらサジェストが即出てきたといった積極的な動きもその結果「テオ」が韓国語で「大きな魚」という意味があることから「テオのラッコ説や」やギリシャ語で「神」や「神の贈り物」 とという意味があることから絵本の裏表紙に書かれた星や「キラキラ星」が歌われていたこととリンクした「神の贈り物説」などさまざまな憶測が広がりを見せている第9話ではテオが自身のテレパスの能力に気づいていると知った優リがテオと向き合うことを決意ついに明かされる絵本の結末そして優リとテオに立ちはだかる試練と クライマックスに向け目が離せない展開となりそうだ高橋陸どこだと思いますか次は CU でした